ああもうできないじゃん。はい、今日はちょっとマスクしてるのでお聞き苦しかったら申し訳ありません。このね傷を治していきたいんですけど、ちょっとね、ここがさーっとで割と皮の目がこれ山陽ヤマチョンの靴なんですけど、このさーっと難しいですね。これはどうやったらいいんだ。まずはこういった傷の時は、あんまりやりすぎないっていうことが大事じゃないですかね。つまりどうしたいかというと、仕上がりのイメージをしていきましょう。どういう感じの仕上がりが理想なのかとか、ちょっとトコノールで、これね貴重ですよ。もうこれどうやったらね、このカメラっていうか皆さん見やすいかなと思って、ただ見やすいのとやりやすいっていうのはちょっと違うんですよね。まあ、ここまでアップする必要ないかなと思うんですけど、ほとんどこの YouTube 始めた時もそうだったんですけど、傷の補修のビデオとか別になかったわけじゃないんですよ。あったんですけど、治ったかどうかが本当わかんなかったんですね。この肉眼で。なので、こういう近くで撮った方が皆さんのイメージになるんじゃないかなと思って今はこんな近くで撮ってるんですけど、やりづらいですね。確かに。こんな感じ。これもなんか消えたように見えてますけど、まあ消えたわけじゃないですよ。ちょっと傷ってピーって裂けると両側にこうやってもらえるので、それを閉じ込めてるっていう感じです。まあ直した方がいい、例えばここら辺とかは直した方がいいと思うんですけど、そのままでもいいかなっていうところもあるんですよ。本当にね微妙なところって、手をつけたことがマイナスになると嫌だなっていう、これささくれですかね、そういう場合もあるので、ここの傷、しかもこれちょっとその側面なので、なるべく皮の素材感は残したいですよね。どっかでも今くっつけないといけない状態でしたよね。わかんない、どこだ。ちょっと爪楊枝、釘楊枝で、あ、ここか、ここだ、ここだ。複数箇所ちょっと暴れてますね。ガリッスードンって感じで止まってますね、ここもね。さあどうする、さあどうする。まあ、とりあえずくっつけましょうか。これだと流れてっちゃうんですね、この接着剤だと。まだ多少ついたので。
どこにあった？あ、ここか。くっついたんですけど、うまくくっついてないですね。ちょっと隙間ができちゃいましたね。まあしょうがないですかね。これを、あ、結構染みてかないな。いや、ちょっとこのワックスで、前やったやり方でワックスで埋めていきましょうかね。こっちに粉々のこのワックスなので、これを使って、まあツヤが出ちゃうかもしれないけど、一回これでやってみましょうか。ごめんなさい、角度がないのでこういきます。見にくかったらごめんなさい。やっぱりここに直接いきます。出すぎないように。うわ、出すぎる。あ、すぐ乾いちゃいましたね。ついでにこちら側も行きましょう。こういった方が見やすいですかね。ちょっとでも垂れないようにこういう角度で行きます。ごめんなさい。一旦ここら辺までしておきましょうか。削れない、こっちだ。どうしよう、なんかで拭きたいな、これ。なると思った。そうなりますよね。わけではないんですけど、多少やっぱりね、こういうこっち側ちょっと避けてるに近いですよね。貫通はもちろんしてないですけど、ここ使えるかな。これ指でこうやって、おっ、びっくりした。ちょっと待ってくださいね。一旦手直ししますね。まあ、結局いつもと同じ画角になっちゃいました。さっきね、本当に目線に近いところでお見せしようかなと思ったんですけど、どうしてもね、あのうまくいかないので、ちょっと画角関係なしでいきます。ここひどいな。これは320番です。で、今ボンドを変えました。あの垂れないように、低粘度じゃない方に。見にくいっすね、ごめんなさい。ここは埋めるんじゃなくて、一旦これで隙間を、まあ埋めるんですけど、そのまま行きましょう。で、こちら側はさっきのワックスで埋め出るかどうか。結構この靴綺麗ですね。なんかシワというかそういうのも少ないですし、表面を濡らしていきます。あ、でも多少こっち側に山がありますね。手続きは新しい
トコノール作ってちょっとやろうかな。ちょん。つけすぎた。ちょんちょん。ちょちょんちょんちょん。こっちはまだ残りそうですね。全然へこんでるな。全然へこんでるぞ。相手に押されてるぞ。参ったな。へこんでるね。この下が。この下。ちょっと意識してなかったですね。この上の方ちょっと意識してたので。この下がへこんでるな。こっちね。あー、つけすぎたら。と見せかけて一気に。ちょっとごめんなさい。傾けるね。こういう山頂のソウルでお楽しみください。こういう状態にしたかったんで、こぼれてきちゃうんで、ビーッと。よし。で、こっちもやっぱりできてないな。ここら辺って今思うんですけど、絶対、アドカラーとか、まあ、アドベースじゃ乗らないですよね。まあ、直せないというか。もともと直せないですけど、僕は技術がないからそれを使いこなす。よし、こっちはちょっと待ちましょうか。ここを持ってある深くかかったからな。粉ヤスリ使う場合もありますけど、これは今回ちょっとトコノールをね活躍してもらおうかなと思ってます。ちょっと待ってくださいね。嬉しいな。鼻が苦しいんですよね。ここは柔らかいからな。ほんと難しい。ここほらボロッと取れちゃいますね、このままいくと。なので引っ掛けないようにこのを使用します。くしゃみ出ます。もう一回出ます。ちょっと山がゴツゴツってのが消えた。やっぱりこのヤスリ使いましょうか。映えるんでね、このヤスリ使うと。映えるっていうのはなんかやってるように見えるってだけの話ですよ。よし。この旋盤のこのヤスリってただこのヤスリを使って整えるっていうのも一つですし、まあ隙間にこの粉が埋まって油と一緒にその固まると、まあいい意味でつなぎになってくれるっていう意味が2つあるんですけど、こういうワックス仕上げ、まあ、いわゆる鏡面仕上げとかするときにうまくいかない人は、一回そのまあクリームとか塗る前ですよ。に粉ヤスリで表面をなんかつるっと刺しとくっていうのも一つかもしれないですね。なんか、
粉ヤスリ使ったところって割とツヤが出やすい。あ、でもワックスだと出にくいのかな。あのクリーム仕上げとかするとね、めちゃめちゃツヤ出るんですよ。多分皮が整うっていう状態になると思うんですね。上手にクリームが、ローブンが弾くというか、これちょっと使えないですね。そういった状態になるので、ああ、ヤスリをもう買ってきた方がいいのかな。なんか料理みたいにうまくいけばいいんですけどね。こういう靴の傷補修とか、まあ磨いてる方は結構うまくいかれると思うんですけど、この傷補修はね、ちょっと相手が一緒でも相手の状態が全然違うので、そこら辺はちょっと難儀しますよね。こうやって直してる時って大体その苦戦してるじゃないですか。苦戦なのかね、わかんないですけど、なんかこれとこれやって、はいこれできました完璧みたいなのが本当は理想なんですよ。むちゃむちゃ格好つけたいですから。ただね、いまいちそんなこと毎回そんな風に言ってなくないですか。完璧なことがないというか、それはそれでちょっと悲しいですよね。もうちょっと簡単にやりたいっちゃやりたいっていう。やっぱりちょっとうん、こうやって見るとへこんでないけどな。まあクリーム塗ったらどうなるかですけど。でもへこんでそう。ここはへこんでない、逆にボコンって出てる。あー、でも酒は治らんな。ね、ここですね。そうそうそう、この音の違いが分かりますね。これ普通の皮、ちょっとあんま強くできないですけど、これがさっき言ったボンドの上を削って音の種類が違うんでよく分かると思いますよ。あー、ここは結構深いんだ。ほら開いてきちゃう。ちょっとクリーム塗ってみるか。クリームないのでちょっとブラッシングだけ。黒いクリームちょっと見当たらないので、ここの線もまだ残ってますね。残ってるときいうと、あー、意外と意外と深いな。どうしようこれ。でもここでもよく動きがある場所だから、もうちょっとやったほうがいいですね。どうしようかな。ここはまだ厚みがあるんですけど、厚みがあってこの割れの線が出てこなかったらそれでいいんですけど、出てますよね。割れの線を描く、最悪ここら辺は残ってましょう。このちょっとシワが気になるので、ここがね、ここをやるとまあ迷っちゃうな。どうしようかな。珍しいんですよ。ラバーソールにスチールつけてますから。ここにちょっと皮1枚入れてますけどね。あとでこう削らないといけないんですけど。まあさておき。ちょっとこの下も、ここがね、でもこれが消えんことには意味ないですよね。下きれいにしても。まあでも一応綺麗にしてみますか。いや、もう一回やろう。こいつで。
あんまり硬くしたくないので、シャビでいきます。おっと、ちょっと垂れないで。よし。ここの部分は柔らかいからね。出っ張った時を想像してこうやって中から指をグッと入れてあげよう。同じようにこちら側にも、やっぱりやってくと気になるところ出てきますよね。こうやってやらなくてもいいって思うかもしれないですけど、なんか手出ちゃいます。ごめんなさい。ちょっとごめんなさい、ほんと裏向けちゃうから。そう、もう傷をね、今線で見てたんですけど、正直面で見始めました。これいい判断かもしれないですね。線で見るより面で見ろ。お、いいじゃないですか。ああ、惜しい。ここね。でもね、これ、今僕もこのカメラ見ながらやってるんですけど、ここで見てるとね、ほんとわかんないです。ぐらい。わかんないレベルです。これは、低粘土のシャビシャビのボンドを使ってますね。厚みを出したくないってことで、シャビシャビの方を使ってます。もうこれいいんじゃないかな。ちょっとほっとこう。と、こっち。こっちこそ、この、低粘土じゃない方、まあちょっと厚みがある方ですね、やった方がいいのかなと。思ったよりへこんでるんですよね。そもそもここでしたっけ。どん、ちょっと分かんなくなってる。ちょっと一回クリーム塗ろうかな。うわー、惜しい。あ、でもなんか、よし、一旦クリームを塗ります。ちょっと行くよ。はい、クリームですね。うわ、硬いクリームだなこれ。やっぱへこんでますね。へこんでるのとここが盛られてる。逆だったらいいんですけどね。こっちが盛られてこっちがへこんでるって感じだったらよかったんですけど。磨くともっとわかりますよこれ。ここね。ここ、はあ、どうしようかな。あ、ちょっとお客さん来そう。一旦失礼します。あかんね。ちょっとへこみが収まらない。ロマンティックがと止まらないと同じように、最後もう一仕上げ。時間がない。はい、最終、やはりここのへこみが残らない。これ以上やるとちょっと周りの影響もバランスもねあったので、本当はちょっと置くと分かりづらいですけど、ここにピーって傷があってここがへこんでた。まあ震源地ここでピーで、ここら辺の間はなんとなく綺麗になったんですけど、どうしてもここのへこみ、そう、どうやって写したらいいかな。そこのへこみが取れない。ただ手ではツルツル、
今回はこれで許してくれますか。難しいね。それではまた。勉強勉強。